よう、マイラ、俺様だ。今日もね、太陽がボーボー埋めてますね。はい、レシート紹介の時間ですね。これちょっとね、財布の底に沈んでてね、さっき発掘しただいぶ古いレシートなんですけどね、7月25日、まあ、今年ですね、7月25日の火曜日のレシートですね。東武船橋のレシートで、何をね、買ったかというとね、スポンジボブってお前ら知ってますか？おしっこ色のスポンジですね。アメリカのね、アニメで子供に人気ですね。はい。で、結構ね、ブラックジョークが効いてるからね、大人でも好きだっていう人は、まあ結構いるみたいですね。キャラクターは子供向けなんだけどね、そのね、スポンジボブ、俺様スポコーって呼んでるんですけど、それの展示会みたいなのがあって、こう、スポコーのね、アニメの中のね、こう、世界観がこう、再現された展示がね、船橋の東部であって、それをね、わざわざ見に行ってきました。はい、500円ですね。大人だから500円。多分子供はもっと安いのかな。はい。で、そうですね。1000円払って500円お釣りをもらってます。でね、とってもね、まあ、中はね、ちょっと撮影しちゃ多分いけないと思うから、お前らにね、動画とかで見せられないんですけどね、こうスポコーのね、パイナップルハウスとかね、スポコーの隣のヒトデのね、岩ハウスとか、イカのモアイハウスとかがね、再現されて、あとスポコーの職場のね、カニカーニとか、プランクトンの餌バケツ邸とかがね、再現されててね、とってもね、良かったです。まあ、500円払うだけの価値はあったかなと思いますね。だいたいね、10分ぐらいあれば見終わる展示なんですけど、俺様40分ぐらい中で見てましたね。はい。このためにね、わざわざこの東武まで行きましたね。東武百貨店、船橋店は開店40周年。ヨン様はペ様と言い換えられるからね。40周年はペジュ周年とも言い換えられますね。で、このね、まあ、ここは東武なんですけどね、船橋には西武百貨店もあって、そっちはね、確か50周年かな。だけどね、もうすぐ閉店、ボーボーしちゃうらしいですね。まあ、建物はね、物理的にボーボーしたら代弁じゃなくて大変なんでしないんですけど、まあ、閉店しちゃうからね、もう、そうですね、営業がボーボーしちゃうってことですね。はい。ということでね、東武百貨店のレシートでした。それではさようなら。ボーボー。ボー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 
ボー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 燃やす。